皆様お疲れ様でございました。お疲れ様でございました。非常に足元が悪くございます。お気をつけいただきたいと思います。歓迎式は展示館の中に設置してありますけれども、天気が良くなりましたので外の方で行いたいと思います。駅前広場の機関車と機関車の間で、皆様おられますこの機関車と機関車の間の中で、歓迎式典実施したいと思います。よろしくお願いします。機関士さん、車掌さん、前の方にお願いしたいと思います。お客様代表いらっしゃいましたらよろしくお願いします。矢岳小学校から生徒さんから花束の贈呈がございます。お客様代表、機関士さん、社長さんに矢岳小学校の生徒さんから花束贈呈がございます。お待たせいたしました。地元矢岳小学校の生徒さんから機関士、社長、そしてお客様代表でいたしまして花田さん親子さんに、花束の贈呈をさせていただきます。お願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。それではただいまから歓迎式典を実行したいと思います。駅舎の方に向かって、立ったままでございますがよろしくお願いしたいと思います。それでは AB の交換も工事もちょっと進んでおりますが、ただいまから主催者挨拶をお願いしたいと思います。宮脇熊本支店長から主催者の方の挨拶をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。私 JR の熊本支店長宮脇でございます。本日は SL の試乗会、そして、お披露目の記念式典にこのようにたくさんの皆さん方をお迎えして、今朝ドライの雨も上がったこの晴天の中でそれを行うことができました。心からお礼を申し上げます。大変皆さん方もご協力によりまして、ただいまこの SL58654 無事この新しく生まれ変わった姿で矢岳の町に帰ってまいりました。そして、長い間一緒に生活をいたしましたこの出川市に対面ができたわけでございます。皆さんご存知のように、この SL は50年の3月からこの展示館の中で使命を終えた格好で、保存をされていたわけでございます。人吉市をはじめ、地元の徳田さん方、多くの方々のご協力によりまして、大切に保存をした、されてきたわけでございます。私どもちょうど昨年の8月に九州にもう一度 SL を走らせたいということで会社の中で決定いたしまして、この矢岳の地で保存されているこの86ならば再生できるのではないかということで、人吉市長さんをはじめ徳田さん方、そして大変ご協力願ってまいりました皆様方のご理解をいただきまして、今年の1月から再生の工事にかかりまして、小倉工場で、約6ヶ月間その再生のための工事をしてまいりました。そして無事今日皆様方の前に申請になったこの SL をご披露することができたわけでございます。私ども JR は昨年4月に新会社として新しく発足させていただいたわけでございます。これから皆様方と共に地域のために、地域の活性化のために、そしてあるいは観光事業のためにご一緒にいろんな事業をさせていただきたいとお願いしているわけでございます。ただいま熊本県でも超魅力熊本キャンペーンというキャンペーンを3年間にわたって展開することになっております。今回の SL の運転はそのキャンペーンの一つの大きな事業として
JR が取り組んでまいったわけでございます。今後8月の28日からこの SL は新しく名前を阿蘇ボーイという愛称名で熊本から阿蘇の宮島で運転することで考えております。そしてその後また当人吉地域にでもいろんなイベントの時には再度皆様方の前にお披露目する予定でございます。一つ今後ともこの SL そして阿蘇ボーイを可愛がっていただきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。そしてまた今日はちっちゃな子供さん方もたくさんお見えになっております。また写生などもしていただくようでございます。一つ皆さん方もこの SL を見ていただいて、この力強い SL を見ていただいて、皆様方も大きくそして力強く成長していただくことを心から念願しております。本日はどうも大変ありがとうございました。簡単でございますけれども、お礼とお祝いの言葉に返させていただきます。どうも大変ありがとうございました。ありがとうございました。ご来賓を代表させていただきまして、鶴山経済局部長様にご一言ご祝辞をお願いいたします。皆さんこんにちは。畑の皆さん、ご覧のように力強い列車となりまして、ただいまこのようなたくさんのお客様を連れまして畑へ帰ってまいりました。佐渡お喜びのことだろうと思います。常日頃一番可愛がっていただいておりました徳田さんといろいろ話をしておりましたけれども、あの方がいろいろおっしゃっておりましたし、またテレビでもいろいろと話をされておりましたけれども、徳田さんの目を見ますと、なんか自分の子供を慈しむような目でいつも見ておられた、そういうことが皆さん方、地元の皆さん方と相通ずるものがあるんではないかというふうに思います。今日ここへ、SL が帰ってきましたけれども、大変皆さん方の多くの皆さん方のご努力によりまして、今日帰ってきたわけでございます。今支店長さんから申し上げられましたように、人吉の活性化のために今からいろいろと お手伝いをいただくわけでございますけれども、この機会を利用しまして、ぜひ JR の皆さん方にも地元人吉の活性化にさらにご努力を願いたいというふうに感じます。私今人吉駅から乗ってまいりましたけれども、国鉄の OB の方もたくさん乗っておられました。いろんな話を聞いておりましたけれども、本当に何か20年昔に帰ったような気がしてなりません。そういう意味でも非常にこのイベントが地域の活性化につながるものというふうに考えております。今後とも人吉市をはじめ皆さん方ともに地域活性化へ努力をさせていただきたいというふうに思います。また今日は町内の皆さん方、町内会、それから婦人会、それから学校の子どもさん、大変歓迎をいただきましてありがとうございました。心からお礼を申し上げます。それから途中に警備の方、警察官の方々もたくさん警備に出ておられました。非常にありがたく思っております。簡単でございますけれども、ご挨拶に返させていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。もう一つ、後の八竹町の町内会長様、お客様に、ご祝辞をお願いいたします。ただいまご紹介であり預かりました町内会長の藤井です。本日は、JR 九州の働いで八竹町内でこのような催しをしていただきまして、本当に心からが熱く御礼申し上げます。昨年でしたか、復元の問題が出まして返還ということでいろいろと話が出ましたときに、私たち町民といたしましては非常に憤りをさえ感じましたが、本日の JR がの優勝を見まして本当に復元してよかったというふうに考えております。本日は本当にありがとうございます。
こういう働きを校長でしていただきまして、して心から感謝申し上げ、簡単ではございますが、挨拶させていただきます。ありがとうございました。それではここで人吉駅長から地元の矢竹小学校の皆様にプレゼントがございます。装丁式を行わせていただきます。矢竹小学はい、86のナンバープレートです。小型のナンバープレートのプレゼント、小学校の全員の生徒さんに、渡るように用意させていただいております。ありがとうございました。それではここで改訂まいりました8620と、13年間一緒に並んで展示していただきましたレゴ1170との汽笛によるエール交換をさせていただきます。8620の方は今日運転してもらってます川口機関士、レゴ1の方には、可愛がっていただきました地元の徳田さんに、乗っていただいて、汽笛を推命させていただきます。よろしくお願いいたします。それじゃあただ合図します。1,2の3で合図しますので元気に一つ推命していただきたいと思います。準備ができましたら1,2の3の合図で、やらせていただきます。熊本県そして九州の観光のために頑張ります。ご支援方どうぞよろしくお願いいたします。それでは地元の婦人会の皆様方の歓迎踊りがございますので、そちらの方をお楽しみいただきたいと思います。これをもちまして式典の方は終わらせていただきます。あと写生を準備してありますので一つそれぞれお楽しみいただきたいと思います。なお駅の、横で、地元婦人会の踊りがございます。
家の皆さん、乗車される方はどうぞ。小学生の方は、画用紙を配布しております。画用紙をもらってすぐ写生を始めてください。画用紙はデゴ1のデゴそばでやっております。踊りの方を平成の人よしも4月に向かって発生いたします。